朝市の視察は今回で30回目となりました。子どもたちも元気で、お年寄り皆さんの顔もですね、大変笑顔があって活気を感じました。本日ですね、三陸沿岸道路が開通を待ちました。気仙沼では、メカジキ食べさせていただきましたが、こういう美味しいものも含めてですね、どんどん来ていただき、水産業を観光に生かしていく様々な取り組みがなされています。体験型観光ツアーといったですね、そういう工夫、そうした地域の皆さんのですね、熱気を感じました。魚の、魅力のある気仙沼っていうのをみんなに PR していきたいなというふうに思います。お母さんがですね、子供を連れて仕事ができる、また新しい職場が生まれています。働き方改革の側面から見てもですね、素晴らしい取り組みだなと思いました。やっぱ他のお母さんたちと関わりを持ちたいなと思って、子供との時間接点が少ないシングルマザーのお母さんたちの雇用がしっかりできるようなモデルを作り上げたいなと、そう思ってます。